淡井圭介より佳子さまや、テレビ局関係者など、まあ、撮影器具を持たれている方たちや YouTube やアップロードされる人たち、まあ、動画関係ですね、他のアプリでも同じです。電波の仕組みについて、まあ、なんとなく分かりました。佳子さまの声でこっち側は名前を言ってるけど分からないのとか、何かそういうふうな心の声のようなものが聞こえてきてるんですけども、台所ですよ多分それね。テレビとかの放送で都合が悪いと思って動画途中で途切っていませんでしょ。それするからですよ。だからそこで僕と受け答えをしていればいいの。よその観光地の人の言葉なんかどうでもいいじゃないですか。僕と受け答えしたらいい。で、この話を進めていくと、ここに直接来たらいい。それで話したい。だけども、毎回、別の女性と関わる。で、別の女性に案内させようとする。女性同士で組む、たむろする。それやめなきゃなんない。一回一人になって。完全に。で、僕の自宅に来る。そしたらちゃんとした話し合いができる。あ、じゃあ、今、泣きそうな声になったのは、しっかりとした話し方っていう言い方じゃないと受け入れてくれない状態。言葉遣いを気にしてる。嘘までして、多分僕の顔を取りたがってる。自分の顔と勘違いしてるんだと思う。アップかどうかの違いで、八方塞がり、目元。八の字。見てくれてないんだと思う、動画を。で、覚えてくれないんだと思う。秋篠宮邸には行ったし、そこに最初から車用意しといて、そこに案内したりとか、それはもう2019年の頃にできたはずなんですよ。だけどもそちらはしなかった。だけども気を持たせるふりをする。かたや、僕は本音でね、頭の中で、いつか、自分で身の中で言ったかもしれない。それはもう悲しくなって、家で泣いてる時ぐらい、佳子様に捨てられたって、それは言ってしまったりすることあると思いますよ。で、それが、その電波で聞こえてきたぐらいでうろたえられたって、それあなたがしてきたことなんだから、そこはすいませんでした。今度こそちゃんとしっかりと会います。ちゃんと家行きます。青江さんの家ちゃんとしてます。兄の第一三ハイツですって言ったらいいじゃないですか。しっかり会いますって。これね、勢いを持って、こう、口調で言わなかったら、こう、言えなくなるんですよ。舌回ってない時あるでしょう。いや、本当に。だから、佳子様が、これ、何回検証してもそうなんだけども、佳子様本人が、他の異性となぜ会いたがるのかなんですよ。で、他に、キスしてきた相手とか、もっと先まで、性的行為、例えば、僕みたいに強制わいせつされた件は別ですよ。あれ、本当の話だから。世の中あなたが考えている以上に無茶苦茶だから、だからあなたはその無茶苦茶な世の中を見てしまって、テレビとかで。で、それを受け入れてしまったから、あんなに短いスカートを海外で履いてたんでしょ。で、海外の人たち、そんなに海外行きたくなるのは、海外に男何人作ったのっていう話になるの。指摘してあげなかったら本人が気づいてないか。他のまともな人がそう思われてるよって。怪しいって。普通、もっと誠実になるって。こんなに不愉快な思いさせてしまって申し訳ありませんでしたって。そこは敬語で言おう。で、僕は被害者側だから、君たちに巻き込まれてるから。巻き込まれてるからっていう言葉で自然と先に真子っていう言葉が出てきましたよね。だから今年のことで言うと、黒い服着ながら、撮影しながら横通り過ぎた人間が、徳良会長の横、徳良会長が経団連のポストに投函しながらのその後。なお、それ、徳良会長っていう言葉に関して、多分ね、その、徳良さんは僕は思ってるっていう方だったと思うんですけども、まず徳良さんの件から話しましょう。これ以前も説明したと思います。いつものルートで送った SD カードでね。一番最初に、その、会長名を、徳良さんって誰かに教えてもらったときに、今徳良さんなんですかっていうことをテレビに向かって受け答えをしたのが最初なのか、徳良さんに向かって。いや、だから代替わりするわけじゃないですか、経団連の会長って。だから、今そうだったんですか。だから精神病院に僕何回もその頃入れられているから、わからない、本当に。で、だからその時の、
内容で、トクラさんっていうワードをコンピューターが頭の中で僕とトクラさんに言い出せて、トクラさんはそれが本当だからって言ってたと思うんですけども、だからそれ感覚的なところで今トクラさんと会ってどうするんだろうっていう感覚にしかどうしたらいいんだろうになるんですよ。その瞬間そこにトクラさんが現れるっていうことを予測できてなかった場合で、トクラさんも淡井圭介君と話するって自分から言っていたらいいんですよ。会う会うだったらテレビで言っちゃうといろんな人に会うって言ってることになる。個人名を出さなきゃなんない。だこの話を続けていくと個人情報がどれだけ隠蔽側の人たちのルールだったかっていうことが分かってくる。で、今度それが元になって各自が自分たちの首を絞める構図になってしまうんですよ。だからもうこれ最初、もう昔僕の子供の頃から言われてるんですけどね、こんなにたくさんルール作っちゃ無理だっていうことになってるんですよ。ほんで弁護士さんもそれ本音で言ってくれてる人がその多分本当に正直な人なんだと思いますよ。裁判所の勤務者の人たちも。で、その正直な話っていうのを遮ろうとする人たち、僕は削除をしなければならない法律っていう書かれてる内容ね、その本当にそうしなかったら、世の中がめちゃくちゃになるっていう、その雇用についても、この間岡山に行かれた成人様の映像を見ていて、成人様がね、その職員されてる時に雇用っていうことを考えた時に、その後、違う映像で、みんな無理っていうことを言ってるんですけども、まあその前の映像の前に黒い服着たおかしな連中がね、警察官とフリしてる人間、制服着てない人本当は警察官じゃないんです。警察手帳を持っていたとしてもね。で、それは現行法規、現代に日本法規に、現代、法規と現代日本法規に載っていますので、そういう人たちがね、旗振らせるんですよ。アホなこと、旗坊って海外からも呼ばれてる。だからそうじゃなくて、その集まってる人たちの数も少なかったでしょ。あれだいぶ前の映像でしょ、その映像。だからそれをどこの組織がああいう風な動画を作りたがるんです。だからそのみんな無理っていうのは雇用の話に切り替えようとしていたのか、それとも旗坊の話にしようとしていたのか、わからないようにしようとしてるんですよ。何が正しいのか、その人が、その制作してる人が、動画を制作してる人は基準がよく分かってないから、円安の方がいいっていうこと。じゃあウクライナから永遠に小麦粉運んでくるの？もういいから、あなた制作しなくていいから、天皇家の人たちに関わる動画の無理だから、正しい世の中のことが分かってないから、自分たちで畑耕したらいいの。運んでくるのにエネルギーが消費されるからよ。上の者が下の者に向かって敬語使ってたらよく分からなくなるやろ。どちらが上か、知識しなければならないこと明確に君たちが考えてたの？違うだろ。横取りしてただけだろ。人のアイデアを、人の努力を、努力って一文字変わったら、心に変わると怒るでしょ。女また再びの方ですよ。力、努力、女性が力仕事していたら、ああ頑張ってるなって思うじゃないですか。そこで賃金の不払いしたら、心ある行動は正当防衛は他者でも使用できます。他の人に対してね、法律でそうなってます。民法720条、丸1丸2、刑法38条の正当防衛も同じです。民事訴訟法も刑事訴訟法も両方見ていたらちゃんと分かりますから、しっかりと。もう同じことだって分かるから。一般人が政府上層部の人間捕まえれなかったらこれ無理だっていうことになるから、
永遠にエネルギーの残存の問題これ解決できないっていうことになるんです。で今別に岸田さんを捕まえてくれとか皇室の人を捕まえてくれって言ってるんじゃなくて、その法解釈のところとかでね、別にもうみんなそんなにお金にこだわらなかったらいいの話になるんですよ。しなきゃならないことに取り組まなきゃこれも手遅れになるよっていう話をしてるのであって、その辺のところは遊び半分で動画を作ってるようにしか見えないので、あと拡声器持ってきいたい、旗振らせてた人間、お前らどこの誰なんて、早く給料返納せよ。警察官のふりとかしてた人間、公務員でも民間人の指示で下ろしたらいいの。ああもう君公務員無理よって、知ってるよその状態って、右翼団体、あの旗振らせてるやつら、エロ業界やそこ、誰でも知ってるよ昔の人だったら。また黒塗りのあの外戦車乗ってるの今、さすがにもう今はないでしょ。まだエロ業界大阪の方とかである返還義務、淡いケースを傷つけてきた分とお金国にしなさいしなさい、法律であるから。淡井圭介の皮膚取ってきた分、淡井圭介を睡眠不足にさせた分、寝かしなさい。で、あと、佳子さまへのメッセージなんですけども、まあ、ちょっとこれ、今からちょっとまあ下品なこと言うんですけども、これも生命に関わることなんでね、ちょっと言わせてください。例えば昨日の晩もずっと電波でごちゃ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 ずっと言われて寝させてもらえなかったんですけども、精子出さなかったら寝させてもらえません。これ本当に大真面目に、だから精子出したぐらいで会いに来なくなるとか、だからそういう風なルールって絶対変だと思いますよ。でそれで台風が進路変わってるのかどうかっていうのはそういうことじゃなくて、ジャイアンツが勝ったからですよ。あと佳子さまが他の異性と男性と握手するからなんですよ。これ僕は何って言われていたかっていうことを、法律業界の人たちとか真面目に聞いてくださいね。どれだけえげつないこと言われてるかって言ったら、酒の世代の、老人とかでね、多分もともと政府上層部の人間だと思いますよ、議員とか。他の男性と手つないだりするんだったら、もうその人は結婚相手やって、もうこれ以上話ややこしくすんなんて、お前が自分で出しとけって。まあ多分男だったと思いますよ。上から目線のやつ。正直、そいつ、むちゃくちゃ殴りたい。お前のその一言で俺の人生どれだけめちゃくちゃになってんのか分かってんのかって。本音。分かってくれた？全スポーツ業界の人たち。その淡井圭介の力使って取って、スポーツの試合で勝っちゃダメなの。巨人のこと。進撃の巨人。優勝回数。権力持ってるからそう稼働すんのよ、コンピューターが。そこ情け容赦あったら、だから自分たちから進んで、もうそれ演技でいいから、もうそれもう実力とかそういう風に評価しないから、意図的に、もう負けてあげて。じゃなかったら、もうそういう風な形で物事を進めなかったら、このコンピューター社会からもうみんな抜け出せない。これは本当。もうお金に、もう狂ってるだけ。ああ、だからもうそれは活躍した人ほど悪い人っていうことになってしまいます。大山選手を見てもらったらわかると思うんですけども、今年成績悪いですけども、チームは、まあ一応1位にいるわけじゃないですか。でそれは阪神タイガースの場合はね、正当性のある理由があって、優勝回数、以前も、見せてあげましたよね。100番台。優勝回数のところ見てもらったら分かるじゃないですか。見出しは優勝回数って書いてませんよ。100番台の、100番から110番までの間、それぐらいはすぐ確認できるでしょ。それめんどくさいの？怠けるの？仕事中？ヘラヘラ笑ってるからそうなるの？僕の声、笑ってるように聞こえる？笑顔で言わなかったら、昨日みたいに我慢の限界来たら怒ってしまうの、僕は人間だから。で、怒っていいと思ってるの。裁判所の裁判官も、叱っていい、怒っていいって言ってくれてるんです。認めますって。無理があるからですよ。
この世の中の統治の仕方に。だから今、今度は岡本和真選手と、まあまあ、岡本和真選手が、まあ、はいはいって僕の声聞いて、まあ、言ってたことが多分あるんだと思います。で、それ今聞かされています。で、警察官、無理無理、もう君もただただ上から言われて、精神病院連れて行くだけの人になるよ。じゃあその人がなぜ怒ってるのかとか、その理由とか、ちゃんと喋れる状態に自分の頭を貸してあげないと。寝かしてあげないと。睡眠時間、自分の時間の睡眠時間を渡してでも。そしたらその人ちゃんと、理路整然と、いやいや、こういうことがあったんですって言えるから。それぐらいちょっと我慢しよう。僕もこの会話をしな、この動画で言って言いながら、頭なんか取られてるから。それでもなんとか言ってる。これ、日々回数で、何回も同じこと言ってれば、うん、まあ分かったっていう声が聞こえてきてるんだけども、敬語使え。お前らは下や。もう世間に恥さらすな。わかりましたと言いなさい。どちらが教師だと思う？君が？台風の原理とか解明したの？違うな。で、客観的にこの話を聞いたときに、もしね、自分と将来を誓うような形で、まあ、キスを求めてきた女性がいたとして、その人とキスをして、それが子供の頃であったにせよ、ある程度の年齢の頃から、だから2007年から8年にも、加古さんは多分フルーツララパークに働きに来てると思うんですけども、もうそれも、だからもう皇族の人たちが無茶苦茶にしてる。その時多分中学生だと思う。法的に絶対無理だから、働かせるの。だから、高知ではトライアルウィークっていうものが始まって、僕はね、有野北中学校なのか、どこの中学校なのかよくわかんない、中学生を現場に入れられるの、3人も。無理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 、そんなもん、もう何さしといたらええの話、すぐに仕事中にペラ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 。